日本の古典文学最高傑作といわれる源氏物語。誰もが知る有名な作品ですが、実は大分とも深いつながりがあることをご存知ですか？今回のイーアン大分は、大分市歴史資料館で現在開催中の特別展、源氏物語と大友義宗をご紹介します。武家の必須の教養として学び継がれていた源氏物語。大分の歴史と源氏物語がつながる背景には、天下人豊臣秀吉の存在がありました。当時大友義宗は秀吉の配下にあって、秀吉の主催するさまざまな行事とか儀式に参加をしておりました。そしてその際に源氏物語で学んだいろんな知識を携えて、このような権力者と交流をしてたということが分かっております。実は義宗と大和の国の姫君の縁談を取り持ったのが秀吉でして、それに関連する資料がこちらになります。義宗が京都で実際に源氏物語を見て書き写した12月言葉手鏡です。書き写されているのは1月から12月の季節に合わせて義宗が選んだ源氏物語の一節。名場面を抜き出していることから、義宗の教養の高さを伺えます。こちらのページとこちらのページの違いが何か気がつきますか？文字の配列が違いますよね、うん、上段下段になっているページと斜めになっていたりして、ちょっと不思議な感じですね。はい、遊び心というのも加えて文字の流れを楽しんでいる、そういうような書き方がこの12月言葉手鏡にはよく現れております。さて、今回の特別展の醍醐味は、なんといっても全部で27枚に及ぶ源氏物語絵。第2章では豊臣秀吉のお抱え絵師した加納光信とその弟子たちが描いた源氏物語絵の中でも特に光信らしい作品というのをここに取り揃えております。安土桃山時代を代表する加納派の絵師、加納光信。その特徴は繊細優美な画風にあります。こちらは巻一切壺、初公開なんですね。雲のあたりが立体的になっていて優美な作品ですね。現在は1枚ずつの絵画となっている源氏物語絵ですが、制作された当初は一層の屏風でした。第3章では400年前当時の姿を再現した模型が展示されています。迫力ありますね。そうですね、54枚の源氏絵が並びますので、非常にこうきらびやかな屏風になってきますね。絢爛豪華ですね。はい。そして第4章では、光源氏が生涯をかけて愛した唯一の姫君、紫の上をはじめ、源氏物語に登場する多くの個性豊かな姫君たちが並びます。源氏が愛した姫君たちのお姿とか暮らしの様子をじっくり見ていくと、なんだかとっても華やかな気持ちになりますね。大分市歴史資料館特別展は12月19日まで開催しています。武士の教養として大友義宗もたしなんだ源氏物語の雅な世界へぜひお越しください。